岡市東区のショッピングモールに新たな集団接種会場が設置されました。接種券なしでも利用できる福岡市初の会場です。福岡市東区のイオンモール香椎浜に新設された集団接種会場で、先ほど午後4時から受付が始まりました。使用されるのはファイザー製ワクチンで、予約不要かつ福岡市として初めて接種券なしでも利用できる会場となります。福岡市では対象者のおよそ8割が今月末までに2回の接種を終える予定ですが、若者や家族連れが多いショッピングモールに設置することで最後の一押しを狙います。ひとまず今日から31日までの10日間設置され、2回目の接種のため来月も開設される予定です。受付は平日が午後4時から午後7時まで、土日が午前11時から午後4時までとなっています。